きの反対は嫌いではなくて無関心なんだよなんて話はよく聞きますが、じゃあ待てよ、じゃあ嫌いの反対は何？こんにちは、折り紙パンダです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。はじめましての皆さん、ぜひお見知りおきを。このチャンネルでは親しみやすいシンプルなものから超絶リアルでかっこいいものまで、いろいろな折り紙作品を毎回一つ取り上げてご紹介しています。折り紙好きな方にはもちろん、折り紙に詳しくないよという方にも気軽に見て楽しんでいただける、そんな内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。なお、紹介する作品については作者の権利を守るため、折り方の詳しい解説は省略しております。ご理解のほどよろしくお願いします。さてさて、本日ご紹介するのは、走り、泳ぎ、飛び、神谷聡さんの作品になります。この作品の難易度は6段階表示で5、推奨の折り紙サイズは35センチとなっております。皆さん準備はよろしいですか？それではレッツパンダ。はい、それでは飛びを折っていきます。まずは三角方向に折り筋をつけて、裏返して、つけた折り筋にこちらの縁を合わせるように折り筋をつけていきます。ついている折り筋をそのまま下へ延長するように角を折り返して折っていきます。内側を広げて潰すように折っていきます。ついている折り筋で中割り折りていきます。手前の1枚を軽く開いて、ついている折り筋を使って潰すように折った後、立ち上がってきたこちらの縁を反対側へ折り返していきます。内側を広げて、ついている折り筋を折り直して、こちらの角を内側に折り返していきます。角をつまむように上へ折り上げて、そのまま目いっぱいのところで折り下げていきます。こちらの角を中割り折りをするように折っていきます。反対側も同じように折っていきます。折り込まれている角を中割り折り、縁に合わせてさらに中割り折りで折り返していきます。残りの 1,2,3 箇所も同じように折っていきます。角と角を結ぶ線でこちらの角を反対側へ折り返します。折り筋の端と角を結ぶ線で段折りして、翼を立体的にしていきます。角を内側に折り込んで、くちばしの先を中割り折り、この角を内側に段折りをして、目を折り出していきます。全体的に形を整えたら、はい、これで飛びの完成です。今回折りましたトビ、かぎ爪を体の後ろに託し込んで、大きな翼を広げて滑空しつつも、猛禽類らしく眼光鋭く獲物を狙う、その表情が非常にかっこいい作品。紙の使用面積を効果的かつ最大限に活かしつつ、
リアルで躍動的、そして迫力のある造形に仕上げられた本作は、小説家瀬名秀明さんのこの青い空で君を包もうという小説の作中作品を実物化してほしいという依頼を受けて創作されたそうです。個人的に驚いたのが翼の裏側、トビの特徴の一つに翼の裏側が白くなっているというのがあるそうなのですが、この作品もほら、作者が意図的に紙の裏地をここに来るように織り出したのか、はたまた偶然の産物なのか分かりませんが、見事としか言いようがありませんね。上昇気流に乗り優雅に大空を滑空する、その一方で獲物に対しては冷酷で残忍な一面を見せる、そんなトビの静と動の美しさをきっちりと表現したこの作品、出来上がりの形がもうとにかくかっこいいので、皆さんもぜひぜひ挑戦してみてください。作者の神谷聡さんは1981年生まれ、愛知県名古屋市出身の方です。かつて人気を博したテレビ番組テレビチャンピオンの第3回折り紙王選手権で優勝、以来同番組で前人未到の5連覇を成し遂げたという化け物のような方です。その後は折り紙の知見を深めるために渡米、現地の折り紙作家さんたちと交流を深めたりと精力的に活動されていらっしゃいます。神谷聡さん、名実ともに日本を代表する折り紙作家さんの一人です。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。本日ご紹介したトビ、こちらの新世代究極の折り紙という本に詳しい折り図が載っています。他にも魅力的な作品がたくさん載っているめちゃくちゃおすすめの一冊、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。この動画の感想やリクエスト、ご意見などをいただけると今後の動画作りの大きな励みとなりますので、よろしければぜひコメント欄にお寄せください。あとチャンネル登録がまだの方、この機会にぜひ。本日はこれでおしまい。僕はナルトという漫画が大好きで、全700話もあるアニメを2週回分回すぐらいの大ファンなのです。ストーリーやテーマ、世界観、個性あふれる登場人物の面々など、その魅力は挙げればキリがなく、つい何度でも見たくなってしまいます。そんなナルトの中で登場人物の一人カカシがたびたび口にする、忍びにとって掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけれども、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだというセリフが僕は大好きなんです。目まぐるしく変化していく現代において、人の正義や悪、ひいては道徳という観念そのものが多様化していて、ルールで統制を取るなんていう確率的な考え方ではもはや現実的に無理があるとすら感じます。正論を振りかざすのは確かに一つの正義かもしれないけれども、その鉄壁の防御を伴った正論という攻撃は時に誰かを完膚なきまでに叩き潰してしまう、そんな危険性もはらんでいます。世間一般の道徳観念、ルールにのっとった考え方を鵜呑みにするのではなく、本当に大切なものは何か、守るべき本質は何か、確率的なルールや正論ではなく、広い視野でその時その状況に応じた最適解を選ぶ、そんな観点で物事を見るというのも時には必要かもしれませんね。カカシ先生の言うように。それではまた次の動画でお会いしましょう。折り紙パンダでした。またね。バイバイ。